こんにちは。はい。斉高さん、はい、今日の動画はですね、今年復活してほしい選手。そうです。なんかこう取り戻してほしいというかね、輝きを。そうなんですよ。別に輝いてないわけではないけども、はい、なんかくすんできてるよね、少しね。そうですね。なんかそんな感じの選手だよね。そういった選手たちをちょっと何人か豊さんが目に留まった選手を、うん、じゃあ今年どうしていけばいいのかっていうところも含めて話していただきたいんですが、まずは巨人。お、巨人。巨人からいきましょう。菅野投手。だな。いや、しっかりした成績は残してるよ。はい、残してるけど、我々から思う菅野ではまだないよね、なんか。そうですね。いや、菅野はなんか完璧であってほしいんだよね、うん、イラついた表情が出てきたりだとかさ、はい、そういう表情をするっていうのは自分自身力が落ちかけてるっていうのを分かってんのかなとか、そういうことは感じ取れるんだけど、もう一度まっすぐを復活させてほしいな。やっぱまっすぐで勝負できなくなってきてるもんね。それはその球威という意味でのなんですか？まあ、球威だな。やっぱスライダーに耐える確率っていうのはものすごく高くなってるよね、はい、あの菅野っていうのは困ったらまっすぐでねじ伏せるっていうような、もうそこまでいかなくてもいいから、でもまっすぐにバッターが脅威を感じるぐらいの球を何球か投げてほしいな。それはやっぱり体力も落ちてきてるっていうことも言えるんですか？まあ、確かにそれもあるよね。やっぱ年齢的にこう落ちかけるような、そういう年だから、だからそれはもうしょうがないと思うんだけど、まだまだ俺菅野はそういうピッチングじゃなくて、あと 1,2 年はこっちからでいけるぐらいの投球であってほしいと思うんだ。願いだな、これは。それをするには、例えばキャンプだったりでどういうことをしていかなきゃいけない？もうめっぱい腕振ることだよ。もうそれはどんどん振ってくる。だから、あのコントロールを意識するんじゃなくて、とにかくまずは腕を振れることだよ、はい、だからそこをやったら復活すると思う。あんまり小さく物事を考えないで、四隅をつくとかじゃなくて、とにかくまずは腕を振れること、うん、そこにかけてほしいなと思う。あと本当数年前から例えばフォームを変えて、いろいろあるよな、いろいろこう変えてみたりとか、うん、あとはあの桑田コーチに教えてもらったそのカーブを披露するっていうシーズンもあったんですけども、うん、なんかなかなかしっくりきてないのかなっていう。まあまあそうだね、うん、だからこう自分が思い描いてるようなそのパフォーマンスだとか、はい、まあ、今年 WBC に声すらかからないという、うんうん、そういうことではないと思うんだよ、このピッチャーは、はい、まあ、やっぱり菅野は菅野だってほしいしさ、うん、まだ俺はできるというふうに信じてるしね、うん、で戸郷がエースだのどうのこうのとか、はい、なんか新旧交代だの、これはいいんだと思うよ、チームの中でね、うん、だけどまだまだ譲っちゃダメだよね。そうですよね、菅野がね、だからまあ、うん、そういう意味ではブルペンに入った時にもうコントロールじゃなくて、とにかく目いっぱい腕を振ること、うん、まあ、それをこう考えてほしいなと思うよね。そしたら復活する。例えばコーチとかもう菅野投手コースになるとあまりそのコーチつけずに自分のその立てたプランでやっていくってことになっていくんですか、キャンプって？まあまあ大体そうだよね、任せられるよね。まあだけど、まあ今年から阿波野というね、はい、新しい新任のピッチングコーチが行くから、まあ、そこら辺でどういうふうに考えていくかだよね。となると、じゃあ菅野投手、今シーズン豊さん的には成績はどのぐらい残してほしいなっていう希望を持ちますか？まあ15近く。おお、15近く、うんうんうん、いやまだいけると思うよ、うん、だからそこら辺を目指してほしいなと思うよ、ね、そうですね。さあ巨人から野手なんですけれども、梶谷選手です。なんかさ、はい、お前何しに行ったんだっていうような感じだよね。もうずっと怪我なので、お前手術しに行ったのかな。そうですよね、レビュー使って、はい、頼むよって。これはもう怪我どうしようもないんだけどもさ、はい、今年復活するとしたら、でももう一からだよね。原監督の中に梶谷っていう怪我から治ってくるだろうという計算ではないからね、はい、おそらくもう丸をライトにして、はい、まあ、センターに誰か外国人みたいな、はい、 そうですね、まあ、そういうことも構想の中にあるから、はい、梶谷の入る余地っていうのはよっぽどやらなきゃダメだよね、はい、やっぱり昨年の4位、まあ、この責任っていうのは梶谷の一つの一端を担ってるしね、はい、まあ、そういう責任もあるだろうし、だからもうよっぽどの気持ちで今年かけていかないと、もう終わっちゃうよね、選手として。ね、ようやくこう、あの若手とかと自主トレ、はい、やったりとかで、万全でスタートできるような今、状態ではあるんですかね、2月1日を迎えられるっていうのは。まあ、そのぐらいになっといてくれないと、やっぱ今年も半分しか勝負できませんじゃんさ、はい、もうどうしようもないしね。はい、でそんなに余ったれる
るような実績もジャイアンツでは残してないし、最初からやるぐらいの覚悟じゃないと、もう一回壊してでもやるぐらいじゃないと、そのぐらいの覚悟じゃないと俺はできないと思うよ。結構実践からも遠ざかってる。いや遠ざかってる。その実践から遠ざかってる自分の感覚、体の中の感覚。でもね、相手の感覚って人とちょっと違ってて、はい、感覚がなくしてもポンと一本のヒット、一本のホームランで感覚が戻るタイプなんだよ。あ、そうなんですね。うん、だからそれは俺は全然こう相手の能力とか、はい、まあ、心配してないんだけど、怪我をした人間ってもう一回するんじゃないかという怖さとの戦いもあるんだよね、はい、その怖さの戦いにやっぱ勝たなきゃいけないんで、だからそこら辺の精神力がついていってるかどうかだよね。でもその怪我のその怖さがあるうちはやっぱグラウンド入っちゃダメだな。もうやるんだったらやれって徹底的に。キャンプではどんなことを勝ち谷選手はやっていく。いやもう一からだよ、うん、一から全てに全力でやるぐらいのつもりじゃないと、いやちょっと様子を見ながらって、うん、もうそうやったらお前どいておいてくれって、うん、俺だったらいい、うん、もうあのしらけるからって、みんな一生懸命やってる中でお前調整じゃないんだからって、はい、お前もう外れろみたいになるからね、うんうん、厳しいですよね、やっぱそのぐらい。厳しいよ。だから俺もやっぱ梶谷のことが気になるし、うん、で番組も出てくれたしね、可愛い後輩だしさ、うん、教え子だしさ、だけど甘ったれてるやつは許さないっていうことだよね、うん、巨人っていうあの外野の厳しいポジションやっぱり掴むには。そうだよ、空いてないからね、こじ開けないとね、うん、自分の席をね。そうですね、はい、さあ続いて阪神から高山選手です。多分ね、岡田監督はね、あそこで左バッターでホームランだとかいうよりも率を取りに行けって言うと思うよ、うん、で今までね、とっかかり、まあ、入団した時に、その時金本だったかな、やっぱ監督がその時にこう左バッターで、ね、ホームラン、いや、もっと振れみたいな、うん、やっぱね、高山って安打製造機なんだよ、明治時代から、はい、確かに体もあるよ、体もあるけども、やっぱ天才的にバットに当てることがうまいバッターなんだよね、うん、長打を望むと、甲子園ではきついし、はい、やっぱ佐藤クラスのパワーがあっても、40発どうかっていうね、ラッキーゾーンがあったら別だけど、アベレージを取りに行った時に高山が俺は変わってくれると思うよ。それはね、岡田監督が一番知ってると思うよ。あ、じゃあ今シーズン岡田監督に代わってチャンスは増えると思うよ。おそれはね、六大学で、まあ、岡田監督も六大学出身で、ピッチャーのね、六大学の全盛時代に、はい、あの安打製造機ということで高山が君臨した明治の時にね、それを岡田監督が知ってると思うよ。うん、であそこであれだけの成績を残したものがプロに入ってこんな成績で終わってるっていうのはおかしいと思ってるはずだよ、はい、フロックで明治の時にあれだけ六大学で安打なんて打てないよ。そうなんですね、うん、だからそれをやっぱ岡田監督はよく知ってるって。だから長打なんかね望んでないよ。あ、じゃあ首脳陣の使い方で高山選手今シーズンバットを花咲かせる確率ってちょっと、ね、いやある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 と思う。だから錆びついてなかったらな、まずサビを落とさなきゃいけないとは思うけど、はい、その素質っていうのは失われてないと思うし、だから高山が打つ姿っていうのは目に浮かぶような感じはするよ。あの使い続けることでやっぱりいい選手なんですか、それともその例えば代打とか。あ、やっぱね、こういう人間っていうのはね、やっぱ使い続けなきゃいけないよ。だからまずポジションを取らなきゃいけないんだけどもさ、なかなか代打でね、今まで結果が出てないし、やっぱ欲しがるからね、そうですね、安打製造機っていうのは、ヒットをワンチャンで結果が出なかったらまた沈んでいくしさ、できるだけこうスタメンでというね、まあ、そういうポジションはなかなか空いてないとは思うけども、はい、でもそこまで頑張らないと。そうですね、ああ高山は俺はいいと思うよ、ね、監督も変わったことですし、そうそうそう、あとはキャンプでどういうふうにその岡田監督なり首脳陣が高山選手をこう使っていくのかを見たりとか、まあそうだね、うん、できると思うよ俺は、本当に、うん、もったいないよ。そうですよね、うん、さあ続いてパリーグですけれども、はい、パリーグ西武、はい、若林選手。若林な、はい、復活は去年したんだけど怪我からね明けて、はい、まあ思わしい結果ではなかったよね、はい、でもまあそのルーキーの開幕戦からまあ40試合ぐらい、まあ、非常にチームを引っ張ったというね、はい、それがこうみんなの脳裏に焼き付いてるとは思うけどね、はい、40試合で20個走ったというね、うん、ここら辺が復活してくるとやっぱ一番バッターでねいいんだろうなと思うけどね。やっぱり怪我なんですかね、どうしても。だから自分の感覚と足の感覚は合わないのかもわからないしね。
まあ、そこら辺で の, そのイライラとかジレンマだとか、まあ、そういうものを持って野球をやるっていうのは辛いよね。湯高さんも、まあ、足の名プレーヤーでしたし、その足の速い選手の怪我っていうのは何かあるんです。例えばロッテの俺ね、足の怪我がないんだよ。丈夫だったんですね。めちゃくちゃ丈夫だ。肉離れもない。あ、すごい。筋肉の質がいいの。ただね、一時期膝が悪かったんだよ。膝がなんかこうやっぱ使いすぎというかさ、膝が痛くなってちょっと正座ができなかった時があるんだけども、はい、その時にはやっぱ感覚的にはすごく嫌だったよね。試合出てたんですか、それでも。でも、もちろんもちろん休む怪我ではなかったけど、そういうのもやりながら覚えていくというかさ、使い方をね、まあ、それも一つのテクニックでもあるし。そうですよね。あと内野手のその足の速い選手と外野手で足の速い選手だと、なんか外野手の選手の方が怪我、まあ、突っ込んだりとか、なんか怪我しやすいのかな。例えばロッテの荻野選手であったりとか、まあ、若林選手もそうですけど、なんか内野手外野手でも違うんですかね。どうなんかな、うん、まあ確かに長い距離スピードを長く使わなきゃいけない、うん、そこに突発性な事故があったとしたら怪我大きくなるかもわからないけどもね、うん、若林なんか若いしさ。そうですよね、うん、だから怪我の治りも早いとは思うんだけどね、うん、なかなかこう復活ができないっていうのはそこら辺のそのイメージというか、うん、まあそういうギャップが生まれちゃったのかなというね、うん、まあそういうことはあるよね。キャンプではじゃあ若林選手はどういったことを重点的に。いやもうね、怪我を恐れてたんだったら、うん、まあ、何にもならないし先進めないから、はい、もう忘れろって言いたくない、言いたいよね。怪我をやったことは忘れろって、うん、もうファンも忘れてるって、うん、でお前の復活を願うだけだって、ね、お前がどの程度の選手なのかっていうのをもう見てるだけだからって、うん、怪我はもう言い訳にしか過ぎないからっていうようなやっぱ厳しいよね、うん、怪我ありきで見るからねファンって。そうですよね、うん、だからやっぱダメなんだって、うん、もう それだけで終わっちゃうからね、うん、いやじゃなくてやっぱ復活をしてほしいなと思うよね。そうですよね、うん、また若林選手の復活が西武のやっぱり勢いだったりにつながってきますからね。そうだな、森がな抜けてるしな、はい、まあ、そういう意味では誰が引っ張るんだっていうね、うん、もう山川一人じゃきついぞみたいな、うん、で若林の足でバッティング足でね引っ張れるといいよね。そうですね、うん、さあ続いてソフトバンクの栗原選手。ああ栗原ね、復活するでしょ。怪我もあったんですけどね、うん、でもあの手のタイプってもうおそらくきっちりやって、うん、きっちり復活してくる感じがするよ、うん、これなんかこう落ち着いてるというかさ、うん、まあそういう球団だし、うん、でじっくりやってもう怪我再犯しないようにしっかりガード固めて復活させるから、うん、はい、多分復活した時には俺大丈夫だと思う。ただポジション争いになってきますね。いやでもね、4番まで打たそうかっていうような、うん、そのぐらいの勝負強さがあったし、はい、普通でいけば3割というね率も残せるだろうし、うん、彼にとって変われるような選手っていうのはまだいないような、まあ、そんな気はするよね、うん、まあ年齢的から言ってもね、うん、今まで話した人間とはちょっと違って、はい、彼はやっぱポジションは開けられるし、で復活を待ってるという、うん、まあ、そういう状態だというふうには思うけどね。あ、じゃあ他の選手と比べてまたちょっとタイプが違うというか、ガツガツやって、うんうん、怪我怖いじゃん、いやいや違う違う、あんま無理すんなよって、お前のベストは開幕だよって、うん、他の選手はもう開幕なんかあんまり関係ない、うん、やっぱベストの状態を見せてくれなきゃ使えないよみたいな、栗原は開幕に合わせてくれたらいいっていうような、うん、そんなタイプだよね。そうなんですね。そうそうそう、まあ、例えばオープン戦でもね、うん、まあ、地方球場行って寒い、ちょっと下が悪かったとかするとちょっと今日はやめとけみたいな、まあまあドームで気温が安定しているところで出なさいとか、まあそういう気遣いはしてくれるよね。ああそうなんですね、多分ね、はい、あとちょっとセ・リーグで最後忘れてしまったんですが、カープの林選手なあ、はい、いい選手だけどな、はい、全然出てこなくなったね。なんかまあ記事とかを見るとやっぱりそのタイミングが合ってないであったりとか、はい、とにかく彼の場合はそのストレートをまず打ち返していかないととか、いやまあまあそうやって言うけどさそれは苦手があって、確かにね、はい、やっぱりこうだん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 こう克服しながら成長していくんだけどもさ、新井監督がやっぱ内野手出身だし、うん、やっぱ林みたいな選手っていうの俺好きだと思うんだよね、はい、だから復活させてほしいなっていうふうに、うん、バッティングっていうのはこう結構しぶといもんがあったしさ、いいもんはこの選手はやっぱずっとカープのクリーンアップを打っていくんだろうなっていうふうに、はい、
思わせてくれてた選手だけにさ、なんかタイミング合わない、まっすぐ打てない、いや打てるでしょみたいな。どうすればいいんですかねこれ。いやだからタイミングがね、下手な人っていうのは長く大きくタイミングを取っとけっていうふうに言うけど、それをやりだすとなんか取れない時には前に突っ込んでいったりだとかさ、差し込まれたりとかするんだけど、タイミングの取り方やり方、まあいろんなやり方あるからさ、ノーステップで打ったっていいしさ、だからまあ不器用なっていうことはあるにしても、まあタイミングがきっちり合うなんていうボールっていうのはなかなかないからね。大体がこう崩されてるわけだから、はい、そこで拾ったりとか詰まっても押し込んだりとかさするのがバッティングだというふうに俺は思ってるから、例えば試合の中で4打席あって全部タイミング合う時もあるよそれは。だけどさ、大半崩そうと思ってるボールに対して崩されてもいいから最後は拾ってやろうっていうふうなタイプだったからね、はい、だからそんなにタイミングとタイミングを取るのに苦しまなかったけど、うん、そんなに苦しむんだね。いや、なるんでしょうね。でだからあ、今豊さんの話を聞いて発想の転換じゃないですけど、崩されてるから大半そこのボールを拾ってく拾ってくっていう風にまたなんか考えを変えていけば開けてくるのかな。俺は崩されてもいいと思ったからね。完璧になんか捉えられないよ。それ完璧に捉えるのって年間通して何割ぐらい？このぐらいだろうな。3割ぐらいじゃない？そんなもんなんですね。3割ないかもかな。他はいや自分で完璧だと思うのがね、ちょっとずつずれてるんだよ。でもそれがちょっとしたテクニックだとか我慢だとか、そういうことによって崩されてもヒットになってたりだとかさするんだよね。だからまあ何割って言われてもちょっと答えづらいけどさ、そんなに完璧なんかないよ。昨年村上が5打席ホームランを打ったでしょ、はいはい、あれでも4本ぐらいは完璧かもわからないけども、1、2本はテクニックで打ってるホームランもあるもんね。あ、そうなんですね。まあほぼ完璧だとは思うけど、うん、そのぐらいじゃないと無理だよそうですね。まっすぐが打てないっていうのは致命的だけどね。あ、やっぱ若い人はやっぱまっすぐが強くあってほしいけど、はい、でもあの筒子だってまっすぐに弱かったからね最初のうちはね。あ、そうなんですね、うん、え、どういうふうに、じゃあ筒香選手って慣れだよ。打てないって決めつけてやると打てないっていう先入観でそこばっかり意識して逆にダメになる時あるけど、はい、もうそんなことはね、苦手な球種だとか、うん、苦手なコースだとか誰でもあるからさ、はい、そこはやっぱ周りを受け入れてやらないとさ、うん、それと苦手なボールしか来ないっていうことはないよ。うんうん、だ林だって150キロ超えたらそれは苦手だって、まっすぐは。でも145ぐらいだったら打ち返すよ、うん、そんなね150キロバン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 常時投げてるやつなんかいないからそうですよね、うん、だからもう復活しろもんそんな小さいことなんて悩んでんじゃねえもうタイミングが崩れたって打ち返してやるぐらいのつもりじゃないと強気強気でもう行った方がいいですね。払拭してね、まあ、今ね何名かの選手をちょっとピックアップしたんですけれども、なんとかね今シーズン復活して、まあそうだね、はい、まあ今挙げた人はね、うん、まあ挙げた人で頑張ると思うし、はい、まあ挙げなかった人、はい、まあ隠れてる人もいるだろうし、はい、まあみんながなやっぱすっきりしたキャンプ、はい、オープン戦、うん、で開幕を迎えてほしいよな。そうですね、はい、はい。